夏の風物詩朝顔市。この朝顔を江戸時代屏風いっぱいに描いた絵師がいました。鈴木喜一です。大画面を埋め尽くした朝顔がうねるようにダイナミックに踊っています。その数およそ150輪。それまで他の草花と共に描かれてきた朝顔を喜一は1種類だけで豪華な装いを凝らした作品に仕上げました。鮮やかな色彩と大胆な構図でモダンで斬新な表現の絵画に挑んだ喜一。テレビ初公開の旅日記からは新しい絵画を追い求めた喜一のひたむきな姿が浮かび上がってきます。鈴木喜一は何を目指したのか、朝顔図屏風を中心に探っていきます。こんにちは、新日曜美術館です。今日は江戸時代後期に活躍した絵師鈴木喜一です。はい、朝顔図屏風、なんていうか豪華絢爛、なんとなく素朴な朝顔のイメージが変わってしまいますよね。そうですよね。朝顔ってのは、夏の朝ポッと咲くそそとしたイメージがありますけども、はい、これはどちらかというと艶やかで、その朝顔の群れから発する生命力っていうんですか、エネルギーも感じるダイナミックな絵ですよね。はい、この絵を描いた鈴木喜一という絵師、一体どんな絵師だったのか、彼が歩んだ人生からまず見ていくことにします。幅4メートルもある屏風に緑と藍色だけで描かれた朝顔。深い藍色が際立つこの作品は喜一の人生の転機と大きく関わっています。東京京橋、江戸時代この辺りは職人たちが暮らす町でした。その一角には染め物屋もありました。紫と男は江戸に限るなりと川柳にも詠まれ、江戸っ子たちが好んだ紫染め。その紫染めを生業とする家に生まれた喜一が、高名な絵師酒井抱一に弟子入りしたのは18の年でした。江戸琳派の創始者酒井抱一、代表作の夏秋草図屏風です。激しい夕立に頭を垂れた青すすきや昼顔、抱一はその様を雨を一滴も描かずに叙情性豊かに表現しています。一方、秋の大風に吹きつけられた草花は懸命に風に耐えています。抱一は季節感や時の移ろいといった徘徊的な趣を作品に生かした絵師でした。台東区根岸、喜一が入門した当時抱一の住まいがあったところです。この時50歳を超えていた抱一は、絵はもとより俳諧でも名を知られた江戸の名士でした。喜一は絵を習うだけでなく、師匠が亡くなるまで身の回りの世話をし続けました。抱一と喜一、師弟合作による
文読む遊女。死に伴われて吉原に遊んだ際、遊女に壊れて即興で描いた作品のようです。賛を施したのは褒逸。当時吉原の遊女が使っていた一尺もある歯ブラシがネムの花を連想させたことから、長房の幼児涼しやネムの花としたためた褒逸。これに対しキーツは、手紙を読む遊女のくつろいだ姿を洒脱な筆遣いで書き留めています。キーツは師匠から江戸の粋も教えられました。修行時代のキーツの作品、褒逸の作風を的確に受け継いでいます。師匠から才能を認められていたキーツは、忙しい師に代わって絵の代筆をさせられることもしばしばあったといいます。加えてキーツには決して超えることのできない一線がありました。褒逸は姫路藩主酒井忠実の弟という高い身分の武士でした。一方キーツは酒井家に取り立てられた下級武士、いわば殿様と家来という関係にあったからです。キーツは師の画風を習得しながら、褒逸が亡くなるまで長い下積みの時代を過ごしました。褒逸が亡くなって5年の後、キーツは旅に出ます。酒井家から休暇をもらっての絵画修行の旅でした。この時キーツ38歳。その様子を克明に綴った日記帳、姫路を目指して旅立った天保4年の干支にちなんで騎士声優日記と呼ばれています。絵を学びながら師匠の世話に明け暮れた江戸での10年余りの歳月、そこから解き放たれた喜びもあったのでしょう。日記からは旅の高揚感が生き生きと伝わってきます。絵画修行の最大の目的である古典名画の鑑賞、京都大徳寺に伝わる木経の観音遠隔図もその一つでした。中国の画人木経の作品は日本の水墨画に大きな影響を及ぼしています。その中でも観音菩薩、猿、鶴の三幅からなるこの作品は名品中の名品として知られていました。名画を直接見る喜び以上に、この旅は新たな発見の連続でした。道端に珍しい花を見つけると素早く写生したキーツ、鈴鹿の山の中で見つけた少女バカマです。植物の正確な描写だけでなく、日記帳には色や匂いなど花の特徴が事細かに記されています。京都の風俗には江戸では見られないものがあったのでしょう。お祓めをはじめ、さまざまな職業の人の働く姿をスケッチしています。中でも心惹かれたのは自然の景観でした。箕面の滝を前に、その雄大さに圧倒されたキーツ、20メートルを超えるこの滝を描くには2枚にわたる紙面が必要でした。激しく流れ落ちる滝、
キーツの筆はしぶきの一つ一つにまで及んでいます。琵琶湖はそれ以上に刺激的でした。面白し、妙なりと記したキーツはそのスケール感を表そうと、ところを変えながら11枚ものデッサンを描いています。日記の内容を最初に論文として発表した武蔵野美術大学の玉虫敏子さんは、この旅がキーツのその後の作品を大きく変える転機となったと考えています。絵画修行のためということだから、まあいろいろその古画を勉強する、それはよくあることだと思うんですが、やはり予期せぬくらいに自然の景観の素晴らしさっていうのが彼には目に迫ってきたんじゃないかと思います。だから江戸を離れて改めてこう自然発見の自然絵画をした、それはあの彼にとっては最初考えていた以上、もう数倍以上の、糧となって、彼の目の中あるいは心の中に深く浸透したんじゃないかなと思いますね。38歳でのこの得難い体験は40歳を過ぎてから実を結んだと玉虫さんは言います。キーツの代表作「夏集山水図屏風」、大画面から溢れ出してきそうな鮮やかな群青の流れ、油絵を連想させる濃厚な色彩感覚です。キーツは自然のスケール感を色数を抑え、単純化された造形の中に力強く表現しようとしています。白く大きく咲き誇る山百合、その上には米粒ほどのセミがいます。百合とセミは夏の象徴として描かれたものです。色と形で大胆に構成した絵画、キーツの才能は40代にして大きく花開いたのです。芸術的にも我々がこう感動しっていうもので、そういった視覚体験がどう生かされていったのかなってことをたどっていくと、緑とか青とか、まあ金色とか、さまざまなその画面空間の仕掛けを施して、やはり芸術作品としてまとめていく、そこには体験から、作品化へやっぱりしばらく時間がかかった、やっぱりそれが彼がやはり本物の絵師だったということをやっぱり示しているんじゃないかなというふうに考えます。キーツは次々と意欲的な作品に挑戦していきました。白い椿とススキの原、緩やかな曲線を描いて広がる緑一色の包みから顔を覗かせる椿、単純化され白で統一された花に対し、葉は一枚一枚細かく描き分けられています。一見奇妙な取り合わせに見えながら、現代的な感覚を持ったデザイン性に富んだ表現です。銀地に墨で隙間なく描かれたススキ、その中を霧が蛇行しながら流れていきます。銀特有の冷たく重い輝きをそこに沈めて広がる黒いススキの群れ、それは当時江戸で流行した渋好みの繊細な美意識と通じるものがありました。こうした挑戦の中で生まれたのが40代後半に手がけたと考えられている朝顔図屏風です。
単純化され、同じ色と形で描かれたつぼみや葉、それに対し花は一つ一つかき分けられ、画面全体に動きを与えています。何気ない朝顔を大画面に配置していく計算され尽くしたデザイン力、自然のスケール感に目覚めたキーツが、その眼差しを朝顔にまで注いだ新たな草花図の誕生でした。では今日お迎えしているゲストをご紹介します。学習院大学教授の小林忠さん、江戸の絵画がご専門です、はい、よろしくお願いします。もう一人は日本画家の平松礼二さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。平松さんは鈴木キーツが大好きと伺ってますけれども。そうですね、まあ、今まで私たちが耳にしたリンバの画家というのは宗達光琳が大きかったですけども、はい、しかしこの鈴木キーツっていう画家はとても大きなやっぱり存在なんですよね、はい、でそれはやはり大変なデザイン性を持っておられる絵師だった、うんうん、ここがやっぱり一番好きだと思いますけどね、うん、まあ、今は平松さんの話も出てきましたけども、はい、このキーツという絵師はいわゆるそのリンパの流れを汲むというふうに考えていいんですか。はい、リンパと言いましても江戸のリンパということになりますが、はい、リンパはもともと今お話のあったような宗達光琳あるいは乾山といった、うん、京都の町人たちが豊かに育てた装飾的な美術ですけれども、江戸の社会が大変文化的に成熟してくる、18世紀の後半から19世紀の初め頃にかけてこの京都のリンパの流れをこう受け止めることのできるような状況が生まれてくるんですね。その中で酒井抱一という、まあ、これは姫路藩主 の、ね、息子ということで、はい、ちょっと町人社会から見れば大変身分違いの方なんですけど、うん、どういうわけか町人の文化がお好きだったようで、うん、町人社会降りてくるわけですね、うん、でそこに江戸のリンパ武家と町人のまあ、文化美意識がこう重ね溶け合わされたようなそういう独特 の、 いわゆる江戸リンパという流れが生まれるんですけど、そこの抱一の、まあ、一番親しい忠実な弟子として育ったのがこの鈴木キーツという人なんですね。その朝顔図なんですけど今出てますけども、はい、この書きつばった図屏風光琳ですか。光琳の代表作です ね、 ね、元禄時代を代表する画家ですから似てますよね。なんか大変金地に緑の葉と濃い青 の、 花がこう縦に散らされてますですね、構成されたこう縦この上下に光琳の場合は、はい、でこれが非常に立派だの装飾性というものを豊かに表現したものとして高く評価されていたわけですが、それから一世紀半ほど経った江戸の町人代表鈴木キーツはこういうその大変円環的といいましょうか円のようにサークルを描くように緑の葉と花を踊らせるというこういう大胆な一種の本案をしたんですね。この素晴らしい色彩感覚ですけれども私思うんですけど染め紫染めの染め屋の息子ですよね。その辺関係あるでしょうか。いや僕は三つ子の魂であると思いますね、うん、10代の頃非常にこう感受性の強いですね、はい、その頃にその染めという色の世界で、はい育ってますから、はいまあ、最もそれがやはりひょっとして絵師の世界に進むきっかけにもなったと思いますがそれよりももっとずっとこうやはり染み込んでるものがあると思うんですね、うん、やっぱ愛や
主やですね、六章ですね、そういったものがですねやはり血のように体の中にこうめくってた、染み込んでめくってた、はい、ということがですね、はい、こういう大胆なことができる DNA じゃなかったんでしょうか、うん、こういうあのキーツのね、はい、色ですとかこのデザイン性というんでしょうかな、形というのはもともと持っていたものなのか、それとも死の方位の影響をかなり受けていったのか、どちらですか。そうですね、キーツの場合はこれは先生からすでに離れて、自分の個性を非常にこう鮮やかに発揮した時期のものでして、先生からはやはりもっと基礎的なですね、非常にしっかりとした描写力を、鍛えてもらった。そして方一の色彩感っていうのはもっと調和の取れた穏やかな色彩表現だったんですけれども、この場合もう完全に先生の世界から、あるいはそれ以前のリンパの伝統から突き抜けたようなところがありますですね。こうやってキーツの絵をずっと見てきますと、いや一体どんな人だったんだろうって興味が湧いてくるんですけれども、どう思われますか。絵描きが想像するのにですねまあ師匠のところではですね、やはりお城を、絵を教えていただくわけですし、いろんなことでお世話になる、お客さんをつけてもらったりですね、するわけですから、それはもう本当にいい子でいると思いますけども、一人の絵描きに、限って言いますと、いつかはやがてこの人を超えてやろうとか、大屋敷に住んでやろうとかという、非常に大きなですね野望を持っていたような、しかしそれに、をちゃんとやっぱり成し得るだけのですね、非常に緻密な計算力を持ってて、しかも技量もですね、頭脳もみんな備えてた、この世界の大達人じゃなかったんでしょうかね。手抜きがないそうですね、キーツの絵には。私はないと思いますね、一つ一つかなり多作な絵師ですよね、はい、多作ですが、一点一点ずっと、画集だとか図版で見たり、本物見たりしてますとね、筆がですね全然休むとこないんですね、きちっと仕上がってきてるんです、じゃあ真面目な人、そうでしょうね、そして弟子が多いんですよね、大変多くの弟子を育てている。そういう意味から言って、いかにも江戸のその職人の出の切符のいい、江戸っ子で、しかも知的な、私は会ってみたい人ですねその、VTR の中にキーツは旅に出てちょっと変わったのではないかっていう話がありましたけれども、画家として平松さんはやっぱり旅で画風が変わるような経験はなさってますか。そうですね、私も30代半ば、それまでやっぱりどんどん、高度成長が始まった時ですからね、どんどん、日本の自然がですね失われていくし、心もだいぶ変わりつつあるように思ったんです。ですから一回ここから完全に離れてみたい、そして、振り返ってみたいっていうことで日本を飛び出してですね、韓国へ渡りまして、韓国へなぜ渡ったかというと、そこにその原風景のような墳墓の丘が見つけたわけですね。お墓ですか。はい、土葬の墓ですね、その風景が非常に柔らかい曲線で、安堵感を持つような風景、やはりそして、やはり日本人がどうもこの忘れていくんじゃないかっていうですね、思いに駆れるような元になるような風景があって、でそれをやはり描くことで自分を変えたいとも思いましたですね。そこからそれまでの画風を少し断ち切って、それでシリーズをずっと始めてって、今から振り返ってみると、あの頃から画風が変わったんだなっていうことを思いますですね。キーツは特に方一からの、という師匠の縛りから、旅にも出たっていう感じもしますよね。なんかこう見るもの全てが新鮮にこう吸収できた、生き生きとね、なんか新鮮な発見の旅だったんだろうなっていう気がしますね。自由を得て、翼を広げられるようになったんでしょうね、やっぱりガラリと画風が変わってきてますね、
見てますと江戸時代っていうのは、はい、江戸の人っていうのはかなり、うん、そう人を驚かすことが好き。そうですね、はい、伝統を守るというよりは、はい、革新を好むといいますか、はい、新しい初物を好む、はい、例えば私たちに馴染みの、 その作葛飾北斎 の、はい、今出てますけど、赤い富士山がありますが、はいはい、これはまあ国際的に大変有名なイメージなんですけれども、富士山といえばまあ白をイメージするんですけど、これ真っ赤に染めちゃったわけですね、はい、朝日でしょうか、はい、そういうそのこういうことが江戸っ子は好きだったんですね、うん、一種のこう逆転の発想といいましょうか、はい、ですからキーツの絵画表現の中にもどこか人の意表をつくような、うん、そういう、 こう用意があったように思いますですね。静かで穏やかな空間に確かな位置を占めている一輪の朝顔、これもキーツの作品です。朝顔は従来秋の訪れを告げる草花の一つでした。抱一の描いた朝顔はひまわりの根元にひっそり咲いています。しかしキーツはその花を単独で、しかも大画面いっぱいに描きました。それは一体なぜなのか。そこにはキーツの生きた時代や場所への思いがありました。東京下町の夏を彩る入谷の朝顔市。江戸時代この地は朝顔の大生産地でした。その様子は浮世絵にも紹介されています。特にキーツが活躍した文化文政期、江戸は朝顔ブームに沸いていました。キーツは生産地の一角に住み続けた人でした。江戸の朝顔ブームを高めたのは変わった花、いわゆる変化朝顔を楽しむことでした。およそ常識では考えられない色や形の花が並んでいます。人と違った花を咲かせようと、神は旗本から神官や僧侶、徘徊士、生産者など身分を超えて人々は変化朝顔を競い合いました。乱熟した江戸の文化が生んだ現象です。変化朝顔を載せたさまざまな図録も出版されました。ある植木屋は図録を使って大儲けしたほど朝顔ブームは加熱していました。多分これカタログにしたと思うんです。でこんな花が咲くような種を分けてください、自分もこれを作ってみたいと思う人たちがあったと。多分彼はそれでですね、相当利益を得たのではなかろうか。ですからこういうシリーズの本をですね、何部も作っておるわけですね。要するに園芸ブームの中でですね、そこにまあ対価を払ってでもそのより珍しいものを得たいと、咲かせてみたいっていう、そういうですね、欲望っていうのは大きなそのエネルギーになったんじゃなかろうかと。金箔や緑青、それに群青といった高価な画材を使った大作。朝顔ブームに沸く江戸で、キーツは秋草の一つだったこの花を華やかな装いを凝らした独立した花へと変身させたのです。たった一種類の植物だけをモチーフにするという発想、キーツはそれを他の花でも試みています。
一本のひまわりだけを画面いっぱいに描いたひまわり図。このひまわりの絵というのは他の絵にはない、強烈なあの仕掛けがあるというような気がするんですね。それはあるこの満開のひまわりのところになった瞬間にバッとですね、大きなひまわりがあの開くものにこう向かってこう飛び出てくるというような絵の仕掛けをですね、思わずあっという声をですね、出さずにはいられないというようなあの感覚に、この絵を開くたびにこう思い出されます。人の度肝を抜くような大胆な表現、ここにもキーツの挑戦的な精神が込められています。植物学者で江戸の植物史にも詳しい大場秀明さんは、キーツのひまわり図が植物学の上で画期的な作品であることを発見しました。植物学的に言うと、キーツのこのひまわりというのは、あの ひまわりとは別の種なんですね。ひまわりは茎の先に大きな花、桃花というんですけど、たった一つつくんですね、普通は。これはこの絵はよくそれを表しています。ところがそのキーチが描いているのはこれじゃなくて、のひまわりという名前があるんですけれども、茎の先端にいくつもの桃花がつくんですね。あの日本で江戸時代にこのものが入ってたってことは全く文献上記録がない。だからこのキーチの絵を見て私すごく驚くんですけれども、またあの絵の描き方が非常に写実的なので、はっきりひまわりと違うってことが分かる絵ですね。我々植物画っていう時にはあのもちろんその芸術性もあの満足させるけれども、植物学者が見てこれは何という植物を描いたもんだってことが、分かる。あのその特徴が非常によく表されているものを植物画と見てるんですね。だからゴッホのひまわりはあれはまあひまわりだって想像することはできるけれども、あの絵から植物ひまわりの植物学的な特徴を見出すことができないので、あれはまあ植物画とは言わないですね。だけどあの先ほどのキーチのひまわりの図はですね、あの植物学的な特徴もきちんと捉えているので、あのもちろん芸術的な絵画でもあるんですけれども、植物画という立場から見てもあれは十分に通用する作品だと思うんです。芸術作品として優れ、科学的にも価値の高いひまわり図、キーツにはなぜこうした絵が描けたのでしょう。キーツが活躍した19世紀前半、日本は博物学の時代を迎えていました。西洋からもたらされた博物学は、日本人に動物や植物の特徴を科学の目で正確に捉えることを教えてくれました。大場さんはそうした時代の到来がキーツにも大きな影響を及ぼし、ひまわり図のような作品を生んだと考えています。春と秋の雨を二幅一対の作品として表した宇宙大花風葉図。春の雨は垂直に、秋の雨は斜めに描かれています。雨の重みで首うなだれた桜は、花の一つ一つが細部にわたって描き込まれています。写実的な表現は花の命の短さまでをも連想させます。対して秋の強い雨を受ける楓の葉は
どれも同じように描かれています。しかし一枚一枚は同じ系統の色で細かく塗り分けられ塗り重ねられています。楓が織りなす美しい秋の情景を鮮やかに伝えるキーツの表現は装飾的です。装飾と写実、リンパの伝統を踏まえた画家としての感性と新時代の科学の目が養った写実性とが気品ある作品を支えています。写実と装飾、2つの要素を1つの画面にダイナミックに取り入れたのが朝顔図屏風でした。写実的に描かれた鶴や花が生み出す躍動感、一方同じ形と色で表された葉は画面全体に装飾的な効果をもたらしています。徹底した写実に基づきながらそこから得られた色や形をリズミカルに配置していく装飾的な表現法、近代の画家たちが試みたその手法をキーツは今から150年前に作品として完成させていたのです。本当なんか今の作品と言ってもいい感じありますよ ね。平松さんはこの朝顔図屏風が一番お好きっておっしゃってましたよね。そうですね、あの構図からですね、まあ始まってこの絵の後ろ側からですね、朝顔一のですね、なんかざわめきが聞こえてくるような感じですね。非常にこう大きな動きをこの静かなですね、画面を使いながら描いてるわけですよね。小林さん、このキーツの朝顔図屏風はどんなふうに評価されますか。はい、これは普通のあの屏風よりもむしろ画面は大きいんですね。そこにあの大きな花を あるいは葉を、朝顔はじゃあ結構非常に大きいんですね。はい、大きなおにぎりよりもっと大きいですね。実物の朝顔よりもかえって大きく大きいです。あ、はい、そうですか。それが非常に鮮やかな青と緑で、はい、あまり輪郭線をほとんど目立たせずにくっきりと明晰に描いて近似にこうダイナミックに散らしてるんですね。で、私も本当に視覚の喜びを目いっぱい楽しませてくれるという、そういう文学性のような、はい、例えば光琳や芳一が引きずっていた柿翼を描くと伊勢物語を思わせるとか、はい、そういうようなものとは無縁な、はい、本当に造形の輝きって言いましょうか、はい、私たちの目をひたすら楽しませてくれる、そういう単純にして明快な絵画世界だと思いますね。平松さんはその作品、キーツの作品はどう、先ほどもおっしゃいましたけども、どのように思われますか。具体的には分かりませんが、やはり伝え聞いた外国のですね、何かしかの知識ですとか情報がね、はい、この絵師に入ってたような気もするんですよね。なんかこう映像っていうんでしょうかね、その時代には映像なんかないわけですけども、はい、非常に映像の目に近いような、うん、感じがするんですよね。まあ、その当時って意外に西洋風なものが入ってきた。そうですね、もう蘭学医学の方も盛んになってますし、はい、さまざまな絵画あるいは博物学を含めた科学的な情報が届いていますんですね。ですから当時のこう社会状況のもう、まあ、代表みたいなこの鈴木キーツという画家は私たちは考える以上に知的で合理的な科学的な心を持ってた人だと思います。やはり日本
人が日本を意識しながら外国の文化に心を開いていく、そういう江戸時代の最後のステージのところで活躍した画家なんですね。ですから日本の伝統に立ちながら琳派という大変正統的な流れの中に乗りながら、そこで引きずっていたある部分は自分としてはその置いといて、次の新しい段階に日本絵画を進める、そういう、まあ、よく言われて曖昧な言葉ですけど、まあ、近代化へ向かって身を乗り出した、そういうその革新的な機種の一人だったという位置づけができるんだと思うんですが、やはり今小林先生がおっしゃったようにですね、大変やっぱり革新的な人だったと思いますね。まあ僕らが後輩としてやはりみんな見習わなきゃいけないなと思うのは、常にやはり新しい発見のために制作を絶え間なく続けていくということを教えてくれたような気がしますね。そしてその先に必ずやっぱり新しい発見があるし、何かしか次の時代に残していけるものができていくんじゃないか。小林さんはその絵師としての気質をどんなふうに評価されますか。江戸時代のもう最終段階に来て、彼はさまざまな絵の、流れを受け止めているわけですね。そして浮世絵とか、あるいは西洋から及んでくる新しい美術 の可能性というもの、そういうものを受け止め、一心に受け止めて、自分なりの答えを出した。そしてそれが弟子や次の世代にしっかりと受け渡した、いわゆる江戸時代から明治へと時代を移すバトンをしっかり渡したランナーだった、画家というランナーだったという気がいたしますね。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。キーツ晩年の作ヘチマと朝顔、挑戦的な40代の朝顔は影を潜め、透明な研ぎ澄まされた静けさが漂っています。安政5年63歳でその生涯を閉じた鈴木キーツ、それから10年の後、日本は明治という新しい時代を迎えます。